こんにちは、えのき商店です。今日はシーバスリーガルアルティスの5つのキーモルトについてご紹介したいと思います。こちらそもそもですね、シーバスリーガルのブランドに携わってきた5人の蒸留所長さん、マスターブレンダーさんをオマージュして作られたボトルになっておりまして、その5人の5という字と5つのキーモルトの5という掛け合わせて5という数字が基調になっております。ではね、モルトのご紹介をしていきますね。はい、まずシーバスリーガルといえばストラスアイラが基本のキーモルトとなっておりまして、こちらのアルティスもストラスアイラがキーモルト中心のモルトになっております。で、あと4つありまして、まず1つ目がロングモーンですね。味わいのベースでクリーミーさがこちら加わっております。そして次に最初の味わいはですね、トーモアですね、ストラスさが感じられるモルトです。そしてアルタベーン、味わいの仕上げスパイシーさが加わって、フィニッシュがプレイバルかな、あのフローラルさを感じられるモルトが加えられております。ぜひね、あのシーバスリーガルが好きな方、こちら飲んでみていただければと思います。全体的にはフルーティーさ、桃とかね、リンゴとかの香りとかシナモンの香りとかで、味わいがバニラとか、そういった感じのモルトになってるようです。はい、こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。